キシ君の英語のすごい部分を、キシ君こんなこともできるようになったんだーとお客さんが褒めらながら撮ってた動画を紫輝くんが見つけた話。平野くんが見つけてくれた世界がありました。その世界はまるで夢のような出来事で、私は幸せでした。キシ君のすごい英語の部分を、キシ君こんなこともできるんだねとお客さんが褒めながら撮っていた動画を紫輝くんが見つけたんですよ。その動画にはみんなのキャーの声も入っていて、 それが拡散されているのを知って、私たちはとても喜んでいました。紫、みんなが撮ってくれた動画には、叫び声も入ってるんだよ。しょ、くん、本当に素晴らしいよね。きし、嬉しいよね。紫、昨日さ、俺が一つ見つけたんだけど、しょ、くん、SNS でね、紫、きしくんが途中で英語でブワーっていうところがあって、きし、ワイハイワイ、ハイハイ、紫、そこで行った瞬間にカメラに入ってた音声が、 岸くん、こんなこともできるんだ。すごいじゃん。岸、冗談でしょ。違うよ。そんなに冷静に見ないで。なんか変な人になっちゃうから。岸くん、大人になったね。すごいじゃんという声も入ってた。岸、本当に冷静に見ないでくれ。ちゃんとはしゃぎながら見てよ。なんか変なことしてる人みたいになっちゃうから。しょ、くん、岸くんの親御さんだったんじゃないそれ、岸、違う違う違う。 紫、そうだね、温かい目で見てあげよう。騎士、温かいね、確かにね。いろんな楽しみ方があるから。諸、ょ、君、そうだね。騎士がこうした驚きの瞬間を経験することは、彼の個性をさらに鮮明に浮かび上がらせます。その一方で、彼の友人たちは彼の成長を喜び、その変化を温かく受け入れています。この出来事は、 友情と成長の物語の一部であり、私たちには日々の中で新しい発見と驚きが待っていることを思い出させてくれます。そして、このような体験は、私たちが何か新しいことを学び、成長する機会を提供してくれます。岸く君の友人たちは、彼がどれほど成長したかを見守りながら、彼の達成を称賛しています。彼らの交流は、お互いの成長を支え合う絆で結ばれています。 この話は、新しい挑戦に取り組むことの重要性を教えてくれます。岸くんは、自分自身に挑戦し、成長する機会を得ました。そして、その過程で彼は友人たちの支援を受け、新しいスキルを習得しました。このような体験は、私たちに自分自身を試し、成長することの重要性を思い出させてくれます。最後に、この出来事は、私たちに、友情と成長の重要性を教えてくれます。 キシ君の友人たちは彼の成長を喜び彼の新しいスキルを称えています。彼らの絆はお互いの成長を支え合うものであり、この物語はその絆の美しさを示しています。この物語から私たちは新しいことに挑戦し成長することの重要性を学びます。キシ君の友人たちは彼がどれほど成長したかを見守りながら彼の達成を称賛しています。そして、 その過程で彼らはお互いの支え合いと励ましを通じて絆を深めています。この物語は友情と成長の美しさを称えるものであり、私たちに新しい挑戦に取り組む勇気と決意を与えてくれます。岸士君と彼の友人たちの絆はお互いの成長を支え合うものであり、その絆は彼らが直面する新しい挑戦に立ち向かう力となっています。 そして最後に、私たちにはどのようにして私たちの友人と共に成長し、新しい挑戦に立ち向かうかについて考えるきっかけを与えてくれます。岸く君の友人たちは彼の成長を喜び、彼の達成を称賛しています。そして、彼らの絆は、お互いの成長を支え合うものであり、彼らが直面する新しい挑戦に立ち向かう勇気を与え、